漫画マンが語ります。今回紹介する漫画はパラダイスキス、矢沢愛先生の作品です。連載期間は1999年から2003年、ジッパーで連載されていたようです。この後を語っていきますが、コメントは私のトーク内容と関係なくてもいいので、あなたの作品への思いなども書き込んでください。ではいきます。パラダイスキスはアニメ化映画化もされた矢沢先生の人気作の一つですね。結構前に読んでいて、今回久々に全5巻分を LINE 漫画とネカフェで読み直しました。まず矢沢先生の作品はキャラ絵が強いです。ジョジョでおなじみの荒木裕彦先生と近いものがあるかもです。美しくてかっこよくて唯一無二で芸術的。そしてここが結構ポイントなんですけど、女性が描く絵ってちょっと受け付けづらい中、それがないんですよね。男性が描く絵っぽいわけではなく、突き抜けていてレベルが高いんだと思います。さてどんな話かというと、主人公の美人高校生のゆかりが知り合いになった芸術学院の人たちのブランド的なパラダイスキス、パラキスのモデルになる話です。クラスメイトのヒロや芸術学院のジョージとの恋も描かれます。ちなみにポエムっぽいとこがあるんですが、個人的には心地よくて好きです。まあ苦手な人もいるかもしれませんが、他にもセクシャルマイノリティのイザベラの描き方に愛を感じましたし、そんなイザベラが好きになりました。で、終わり方についてなんですが、まず終盤、大切な人が自分の望む正しい生き方を選ぶ喜びと同時に寂しさを生む展開が複数あり、読んでいて胸が苦しくなりました。矢沢先生の作品全般かもしれませんが、切なさが香っていて、それがたまらなく魅力的なんです。最後は10年後、最終的にゆかりが結婚するのが〇〇なんです。綺麗すぎないけど落ち着くところに落ち着いてる感じが心地いいですね。ということで、久しぶりに読んで感動したので、一度読んでから時間が経っている人、美しく可愛いファッションに興味がある人、5巻と読みやすい長さですし、少女漫画が苦手な人にもおすすめです。チャンネル登録と通知設定よろしくです。漫画マンでした。